終わった。Thank you.
ございます。ああ、私はクエーサーのエグゼクティブプロデューサーの上条だ。こちらは木原かな。彼女のことは知っているかと思うが、私同様この面接に同席することになっている。知らないはずがありません。お会いできて光栄です。センター昇進おめでとうございます。いえいえ。では始め、山本マリアだね。はい。単刀直入に言う、クエーサーは世界で一番競争が激しいアイドルグループだと言っても過言ではない。お前は自分がクエーサーに入る資格があると思う。その理由は何だ？人生は競争の連続です。狼の群れでもアルファという一番大きく強い個体がいて、その次はベータ、そして最後にいるのはオメガ。群れで一番弱い個体です。あなたはクエーサーをこのモデルに沿って作り上げたと思います。能力によって地位が決められるという階層システム、競争なしでは一番と呼ばれる存在も生まれなければ勝利も得られません。アルファになることが私の切な願いです。ご期待に必ずお応えします。ほう、ここにいる金花を超える自信があるということか。時代もいずれ変わります。その時が来たら自分の器でセンターとしての意思を引き継いでいけばいいと考えております。中学生にしてはなかなかな回答だ。お前が早熟と言われる理由がよく分かった。では少し付き合ってよ。お前の狼の群れは山奥に住んでいるとしよう。しかし最近とても恐ろしいクマがやってきて群れを脅かしている。近くを縄張りにしている群れの多くもこのクマに殺された。お前の群れのアルファは長年賢く導いてくれたが、時間の流れに負け体の老化が進んでいた。一方ベータであるお前は全盛期を迎えている。ある日お前と群れのアルファは滝の近くで魚を飼っている。その時お前は突然ひらめいた。今軽く押すだけでアルファを滝から突き落とすことができる。事故と見せかけることも簡単だろう。お前ならどうする？私は本当に賢いなら自分の力で群れをクマから守ることはもうできないと悟っていると思います。なので群れのためにベータがリーダーになるよう、そういう状況をわざと作ったと思います。この結論から私ならアルファを滝から突き落とすことを選択して新しいアルファになります。なるほど
面白いやつだよ。カナ、お前はどう？アルファの意図は永久に知ることはできないでしょう。しかし悲惨な将来に比べれば意図など無意味でしょう。そうか。ではアルファを突き落とし、自分の行動は群れのためだと正当化して、いや、お前の場合はさらにその行動はアルファの望みだと考え実行する。はい。群れが生き残るためには一番強い個体がリーダーにならなくてはなりません。それがお前の答えか。なかなかの個体だな。本当に15歳か。はい、本当にただの中学生です。山本さんの精神はもう十分成人していますね。では次の質問だ。
決まってるじゃないか。あのな、まあ、
新しい研修生の皆さん、クエーサーの家族の代表として歓迎します。4年前、私は今のあなたたちと同じ立場にいました。怖がりながらも